光るママのここに連「つれちけ今日も光るママにコメントが欲しいそんな方から届いています、はい、ありがとうございますこちらはたいちゃんさんからいただきましたありがとう大の方です大谷翔平にハマっている光るママモグッチさんこんにちは,こんにちは今日は「つれちけに投稿ですありがとうございます僕はいいます僕は大人 34歳なんですけど、うん、ネギが苦手ですあーいますよね子どもの頃はネギ嫌いの友人友達がたくさんいたんですがもう周りは手のひらを返したかのようにネギ食いまくりです、うん、ラーメンやうどんに行っても僕だけ単食冷ややっこもネギを退けてのけて食べる、うん、そろそろ恥ずかしさが芽生えてきました、うん ああるあの青臭さが苦手なんですよね長ネギはバタバタ飲み込めばなんとかって感じなんですけどはい、はい、青ネギが苦手。っていうか青ネギってどんな料理にも欠かせなさすぎじゃないって逆切れ状態の私に克服できそうなレシピないですかねと。 このいいね青ネギあの長ねぎはバタバタ飲み込めばんとかって、うん、バタバタ飲み込もうってでも長ネギも切れば青ネギですからね <laughs> 確かになんだけど、うん、あともう一つ言っていくはいどうぞ最後の一文で「青ネギってどんな料理にも欠かせなさすぎじゃない?」って逆切れ状態の私ですが克服できそうなレ,ピレシピないですかねと聞いておられますけどはい 私が教えたところでそのレシピを作るのか疑問です作る気なんでしょう青ネギが嫌いなあなたが青ネギを入れる料理を作るとはちょっと疑問に思います <laughs> でもわかりませんよ克服したいんですからママが言ったレシピだったらこれなら食べられるっていうものだったら作るんじゃないですかでも基本的にお店の料理もさ、はい、やっぱ美味しいと思って入れてるわけじゃない そうねあとは彩りとかねそうそれでもう苦手ってことは私一番いいのはもうとりあえず食べれるようになるっていうのがいいんだったらハンバーグとかね,、うん、そ,うねそういう練り物よあ<の>そういうメンチカツとかもう本当にあにソースつけたらソースの味しかないみたいなのあるじゃない <laughs> あの青臭さが苦手なんですっていうことはしっかり火を通せば、うん、だいぶその青臭さは軽減されるからそうそう だからあとは本当に細かく刻んでもうハンバーグの中に積み込んでもょう生姜とかにんにくとか入れてもえ青ネギはもう入ってるんですかっちうぐらい入れてでも実はこれ入ってたらあ食べれるようになった食べれるようになったあもう食べれるじゃんうち食べれるじゃんからまずはスタートしてそれで無理やったらまずは小さく刻んで青ネギ感をなくして食べるそしてあ青ネギ全然食べれんじゃん。 美味しいしじゃんなんだったらってやっぱ他のがうまいからさソースとかにんにくとかがうまいからさそれができるようになったら次はちょっとだけこう見えるいやすみませんママ、はい、一つよろしいでしょうかでしょう青ネギってどんな料理にも欠かせなさすぎじゃないって書いてありますけど、うん、そらあったら嬉しいけどないならないで成立しませんただね、あのー、いやなんか家のの料理で別にこの人が 食べななくて済むんだとそれはいいいじゃないでもこの人はやっぱ34歳にして恥ずかしいのよやっぱもうネギ抜きとかいうのがうかだから結局も友行った時にねでお店の料理にはやっぱ入ってるよほぼでだから、ね、そこでさネギ抜きってさ言うのも恥ずかしい年頃ね、うん、いやあのお店で確かに入ってるのは彩りもあるし、うん、あと パッと簡単に入れられらるんじゃない、うん、つまりうどんのトッピングとか冷ややっこのトッピングおい,いそうおいしいのもそうなんだけどあとはさやっぱりパッとこうかけるだけでいいっていうその手間暇かけなくて、うん、その料理に投入できるっていう良さがあるからお店でもかなり使われてると思うんですけど、はい、そういう時って、ね、だから青草さんの苦手じゃない。うん だから、まあ、そこはさだからまずはハンバーグみたいな練り物から入って、うん、次はお味噌汁とか<う>火を通す系の生臭さないから入ってその2個いければえいけんじゃね青ネギ食べれんじゃねえにもなってると思う、うん、それでもその1日2日じゃ無理よ1年間はまずはハンバーグに入れる 1? 1で次の1年間はお味噌汁に入れる <laughs> で3年目でようやく豆腐にまあキムチとかの上にちょろちょろとつけるそのまだこう 青の期感がまだ薄いぐらいで最終的にはもう本当それだけで食べれるように長いスパンですねでもそれぐらいじゃないとやっぱ嫌いなものって克服しませんそうですかもしくはもう本当頑張るかだよ、まあ、あとはねポイントとしてその友達とご飯を食べに行った時にラーメンやうどんに行っても僕だけ単食ちょっと恥ずかしいと、うん、であればあのできるだけおつゆがあったかいうちに沈める、うん でだいぶ沈めてふやふやってさせて青ネギをでももともと青ネギは抜,、うん、抜かないでだから頑張るのよ頑張ってとりあえず入れて<う>ま彩りでどあ,あの人はネギ抜いてるよて恥ずかしいとか思わせずにうもう入れとりあえず入れた状態で切って<や>それを上からうどんで隠すそうであのお湯でふやかしたら少し青臭さ減るし、うん クタッとななるじゃないうん、うん、そしたら若干食べやすくなる麺と絡められるから、うん、だからそれは私でいうお味噌汁理論だから火を通すってことねそうそうだから頑張ってそのもしくはもう彩りが気になるんだったらもうもう本当右手に一味だけ持っといてもううどんが来た瞬間もう上からブワーッかけて「明るみがありますよ」ってその「青もあるけどうちは赤でいきますよ」みたいな周りの人は青かもしれないけど彩りはあるじゃない別に白に赤はわえるよあ,、ね、あると思うよ、うん でそれで、その、なんか隠して、うん、うちも彩りあるよ、みたいな、白だけじゃないよ、みたいな、な <laughs> 彩りはね、それで解決できる。あとは、天かすなんかでも彩りは加えられるかもしれない。じゃあ、どうするよ、これ。他のお店行って、うん、すいません、ネ、ね、ギ抜きできないんですよね。もう、うちそれ混ざっちゃった状態で仕込んでるんで、って言われたらどうする火う食べなきゃいけないのよ。火通せないパターンよね。っていうか、もう、バタバタ食え、全部。<laughs> もう。 なんか長ネギはバタバタ食うんじゃなくてもう全料理バタバタ食えばそのネギ料理の時だけバタバタ食えばいいだ、ねそうですねだって居酒屋行ったって別に焼き鳥にネギがのってるわけじゃないややっことかそのなんかちょっとしたものネギがのってるその時だけバタバタ食えばいいとだすいませんネギが嫌いなんででもバタバタ食べれば私いけるんでいきますって言ってバタバタ食うそしたらいつの間にか食えんじゃんってなるかもしれんよ それがいいでもんかちょっと長期スパンで考えるんだったら練り物に入れる私はお好み焼きがいいと思う,うあーお好み焼きねうん、うん、だだ結局だからねソースとかでうあのもう結局ね変えれる味が変わるじゃんそういうものからスタートしてでもほらお好み焼き,は私もだ焼きもあるじゃない、うん、だからだんだんレベルアップできるのよ 逆にネギ焼き食べてみたらなもうネギ焼きって美味しいじゃない。すっごく美味しい。だからネギ焼き行けるか食べてみて。それ火通っとるし、しかももうソースとかはねもういっぱいかけて。うん、でネギ焼きいけたらもしかしたら。うんきっと青臭さはそれないと思うから。それかまあ、一回青臭いので食べちゃってそっから苦手になったパターンない。ああ<ー>。あるかもね。青臭いと思わんけどね,ね私。私もそんなないね。うん。 でもも苦苦手手な人は苦手って言うもんね逆に長ネギはでもバタバタ飲み込めるんだもんね <laughs> 青ネギの方が飲み込みやすそうだけどね長ネ,ギよりは長ネギはちょっとこう火を通すととろんと中が甘くなるじゃない、うん、で青臭さは確かに減るもんでも青ネギも火通したらもうまあネギの香りはするけどうん強いよねやっぱりね うーんまあでももう34歳でしょう、はい、食べたくないものは食べないという選択肢も持ってください <laughs> いやこれがまだね,だね小学生とかね小さくやったらね、まあ、好き嫌い食べず嫌いなく一回食べてみようとか言いますけど、うん、もう34年間生きてきて嫌いなんだったら、はい、もう私がよく言う言葉「好き」を伸ばした方がいいよ そうね、嫌いを努力するより好きを伸ばしたうそれはね食べ物だけに限らず人生において苦手なものを練習してやれるようになる時間より好きなものを一生懸命やってそれを食に変えたりお金に変えたりする方が人生近道よって私はお笑いの世界に入って教えられてきたし。 私も実際そうでした光るママ親子は15年やってますけどなんか漫才で賞レースとかそのネタ作るとかやっぱ苦手なものは苦手なのよ、うん、でも得意なものは得意なのどんどんネタが出てくる、うん、でも結局それを磨いた結果今ここにいますだから好きなものを思いっきり食べなさい嫌いなものはもう我慢して克服する時間があったらもっと好きなものを見つけよう確かにそうね胃袋にだって限界あるじゃない、うん だからネギで埋めるより好きなもので埋めた方がね<う>幸せかもしれない嫌いなもので埋める人生なんかつまんないじゃん <laughs> ということで二択です、うん、もうネギを青ネギ頑張ってバタバタ食べるか諦めるか、うん、好きなものをいっぱい食べるかどっちかです、はい、いかがでしょうかたいちゃんさん、うん、恥ずかしいとか気にしないでそうですね、うん どちらかで決着つけていただけたらと思います。はい、光るままのここに連れつけ、あなたのエピソード24時間受付中です。はアットマーク RKBR ドット JP までお寄せください。